出口1と横浜新都市交通本社、並木中央駅は、神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目にある、横浜シーサイドライン金沢シーサイドラインの駅である。駅番号は5。島式ホーム2面3線の高架駅。通常は、外側の2線が主に使用され、中央の1線は当駅始終着の列車を含め、車両基地への入出庫線となっている。乗り場は、東側から1から4番線と番号が振られ、2番線と3番線が1つの線路を共有している。1番線と2番線を金沢八景方面の列車が、3番線と4番線を新杉田方面の列車が使用している。駅舎は高架下、路線の下を走る国道357号の上空に設けられている。ホームからはエスカレーター及び階段が駅舎と連絡しており、駅舎には自動券売機、自動改札機が設置されている。当駅には駅員が配置されており、駅舎内部に窓口があるほか、中間駅の機器遠隔操作や監視等を当駅で一括して行っている。なお、列車の運行管理等は本社上階の指令所が行っている。駅舎から東西に出口が開けている。東側には駅東側の道路に直接伸びる出口と、駅舎から北側に伸び駅舎下の国道357号に出る出口とがあり、西側には国道357号と首都高速湾岸線を越えて伸びる長い通路から南北に出口が降りているほか、この通路には直接駅の西側にある横浜シーサイドライン本社への入り口が設けられている。出口に付けられた名前は東側のものが出口1、西側のうち、北へ出るものが出口2、南に出るものが出口3となっている。2019年度の1日平均乗降人数は5364人である。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下記の通り。ありがとうございます。